はい、皆さんこんにちは、サリップです。今日はグランブルーファンタジーの実況をしていきます。今日はノーマルハード、ベリーハードが視聴前に終わったのでエクストリームに行きたいと思うんですが、エクストリームやっちゃったというかやったんですけど、まあ終了まで1日切ってるので結構日が経ったんですが、スザークがワンコン、ゲンブは時間がかかりすぎ、ビャッコは無理だった、セイリュウがいけそうだったんで今回セイリュウをやるんですが、とりあえずどれだけやったのかっていう話なんですけど、とりあえずこのゲンブの拳をね取りました。なんとなくなんですね。これは本当は火とか風とかの方がいいと思うんですけど、土とかね、いやまあなんとなくですね、ここら辺は本当に趣味の領域で拳を取りました。であとフローレンベルクも持ってないんで取りました。まだレベルが上がってないんですけども取りましたと。そんなもんですかね。あとこいつを上限解放するために必要なインプも取りました。なので4万5000プラス1万5万5000大体6万ぐらい稼ぎましたね今回は。そんなやってないんですけど、でとりあえず今回は青龍のエクストリームに挑戦しまーす。ということで、青龍はね、なんとか何回もボコボコやってたんで慣れてきたんですけど、まあ、まず主人公はスーパースターで、スーパースターじゃないとちょっと厳しいかなっていう感じがします。いけるかもしれないんですけどね、微妙ですね。まだこんな感じ。まずはデバフとバフを順調にかけていって、楽しみましょう。権限なさい、ほんと魔人モラクス、お願いね。もうアビリティはもう初段から打っていきます。僕の場合は全て失う覚悟はできてるかしら。でパージマルの技も使っていきます。恐怖はちょっと後に残しておきますかね、いつもは。そこいそこい、ツッツッ、ゴーゴー、よっこ。痛い。2段目を流します。そこいそこい、ダダダダ、痛い。最初のチャージは僕の場合は流してます。そこいツッツッ、お湯ですね。非対性が上がるんですけども、大していらないですね。消し取る、よっこ。痛い。そこへ消し取る、よっこ。おお、ダメか。オーバードライブして欲しかったんですけど、ね、興奮してるみたい。もう一回かけ直し、ポンポンとかけて、こんな感じ。 75% を切ると、まあ4分の1を切るともう一回あのお湯を打ってくるんで、お湯に合わせたいところなんですが、わ、無理そう。仕方ない、今回はこれを使いますか。いける時といけない時があるんで結構微妙なんですけど、消し取る、これでお湯が、まあ本当は2回飛んでくるんですけど1回で抑えることができましたと。でこのゴッデスフレームと、これプロメテウスか、プロメテウスとイフリートを打ってから奥義は打ちます。ダダ、わ、痛い痛い。でパジバルが HP が高いほど攻撃力は上がるんで、この3スキルを使うと、一応回復をここで使っておきます。ここはなんとなくなんですけどね、本当は別にいいと思いますけど。でこれで攻撃力を上げて、でこれでおっとアップデートですね。わーい、頑張って、よし。で消し済みにトロイメライで攻撃を上げて、骨の髄まで焼き尽くせ。これ持ってきます。お願いね、もうす
よいしょ。すべて失う覚悟はできてるかしら。でここね奥義を打っちゃいます。25% 自発ボーナスで攻撃力と HP が上がってるんで 25% ずつ上がってます。総量的にはね。ま、あれ思ってるじゃない。炎帝の刃、時と当てはえ応援ボルフ。まあマギスタが思ったより出なかったですね。なんか普通もっとにいつもやってた時は28万とか出た気がするんですが、ブレーキしました。あ痛い、ね、ウォールを使って、ここでウォールを使うかどうなんですけどね、結構微妙ですね。ブレーク中なんでさっさと攻撃した方がいいかなとは思ってるんですが、いうところですね。でどんどん殴っていきましょう。消し取る。わっつ痛い。あれ早い。スローが入ればいいな。よし入った。入ったので恐怖を打ちます。格の違いを教えてやろう。あれいつも入るのに。あれそこへ。仕方ないですね。痛い。いつもとはちょっと違った感じになってますね。デバフをかけ直してカーファンクル打ちましょう。よいしょ。そこへ。消しと消しと。お湯。何も使えないんでここは殴りましょう。だだ痛い。死にたい奴はどいつだ。骨の髄まで焼き尽くせ。これ死の力を発揮しました。こっからですかね。よいしょ。そこいそこい。消しとる。痛い。一応回復しておきましょう。お願いモーソカリツゴーゴー。え、あ、ブレスですね。痛い。クラリスちゃんにお任せ。これでとどめを刺しに行きましょう。溜めて、全て失う覚悟はできてる。牛なんですけどぶっ放すことで、あとは私に任せてちょうだい。ぶっ放せます。だいたい貯め続ければ118万ぐらいは入りますかね。今は106万ぐらいだったんですけど、まあ攻撃力とかの問題もありますけど。よしこれで倒しました。整理はこんな感じですね。整理をだいたい一人でやってます。話になる。出直してこい。ということでお疲れ様でしたと。でランクポイントは968、 EXP は1231。で参戦タイミングボーナス50、宝箱から160で 79,646 なので海外2倍630ですね。まあ、こんな感じで輝くタイムボーナスっていうのが今整理にかかっているので 1.5 倍倍率がかかって630になるのかなという感じですね。で今さっき一瞬出たんですけど、ジョブが新しく出ました。こっちじゃない、まあクラス4なんですけど、スパルタとウォーロックで、あともう一つ情報でダークフェンサーのクラス4が出るとか出ないとか、なんか椅子に足組んで座ってましたけど、まあ、それもね後々出るんじゃないかなっていう感じですね。でそういう感じで今回は終わっておこうかなと思います。他の3体はまた試乗イベントが来た時にできればいいかなっていう感じですね。で
次なんですけど、まあ、とりあえず、こういうのとか、こういうのとかを紹介できればいいかなと思っております。チャンネル登録や、Twitter の更新等、近況報告等はエンディングでリンクを貼っておりますので、ぜひそちらをご覧ください。はい。で、次のね、ガチャが、確かね、ロザミアのね、SSR だったんですよ。順調にね、ランクアップしていくロザミアさん。まあ、この人なんですけど、キャラ的には好きなんで欲しいんですけど、光だったら、まあ欲しいねーってぐらいで、闇だったら超絶取りに行きます。でも、あ、昇格組って大体属性が同じなんで、多分光かなーっていう感じなんですけど、まあ、フォルテが出たばっかなんで、闇は出ないかなー、光かなー、でも欲しいんですよねーっていう感じですね。レジェンドフェスは今回スルーしております。ちょっと、この後にサマーバージョンが待っているんで、そこで継ぎ込みたいかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。